ディービットブルドッグはアメリカ合衆国のペンシルベニア州原産の番犬用犬種である。1970年代にペンシルベニア州のブリーダー、デイビットリービットにより、イングリッシュブルドッグの1820年代頃の姿を持ちつつ、家庭犬として飼育可能な穏やかな気質を持つ犬種として作られた。作質に際しては、イングリッシュブルドックにブルマスティフ、アメリカンブルドック アメリカンピットブルテリアの地が加えられ、ブールバイティングに使われていた、当時のブルドッグに似た、獅子の長く、マズルの潰れていない姿をしていて、ブルドッグが、しばしば抱える、健康上の問題が少なく、飼育しやすい犬種となった。はじめオールドイングリッシュブルドッグと名付けられたが、他のブリーダーによるオールドイングリッシュブルドッグの、 復元や研修標準の確立が進むにつれ、リービットとその団体は独立の研修の作出を試行し、別研修としてリービットブルドッグと呼ぶようになった。作出当初は、イングリッシュブルドッグからかけ離れた姿をしていたため、イングリッシュブルドッグの愛好家から非難を受けたが、犬の健康面を考慮する愛好家からは好評で、作出者の意思に賛同する人も多くいた。 マズルは短いが、潰れてはいない。皮膚のたるみは少なく、筋骨隆々の、がっしりした体つきをしている。足は太く長く、走り回ることもできる。頭部は、やや小さくなり、胸は広く、前部は、より大きい。垂れ耳タレオデコートは、スムースコート、毛色の制限はない。体高はオス十六から十三センチメートル、メス十四から六十センチメートルで、 体重はオス27から 36kg、メス25から 32kg の大型犬で、性格は忍耐強く温和であるが、勇敢な一面も持つ。ありがとうございます。